嫌な話だが、先日都でサイファーポールゼロを見た。え、なぜワノ国に？考えたくはないが、海賊の支配するこのワノ国と世界政府は取引をしているってことになる。そう気がついて、俺は数分思考が止まったよ。そういえばお前、今どこにいる？はい、海賊女帝ボアハンコック打破のため。妙ヶ島へ向かっています。本当だ、カームベルトを越えてこっちに来る。あれって海軍の艦隊？バーフレット、一体何が起きようとしてるの？蛇姫や、大変にゃぞ。王家七部会の権力が剥奪されてしまった。ニョンバー様、沖に海軍の船が。ニョンじゃと？もう動き出しよったか。慌てるな。蛇姫、忘れておるようじゃな。あやつら、やばいっすよ、バギー座長。逃げやすか。派手にやったるに決まってんだろうが。根性を見せろ、てめえら。うわー、さすがはバギー座長。バギー、バギー、バギー、バギー。奴ら味方じゃなくなったみたいだよ。まったく許せねえ。ウェーブラー、やっちまっていいよ。ほんと、じゃあぶっ殺そう。白ひげの名のもとに。武者震いがする。久しぶりだな。追われる立場に戻るのは。わらわたちが王家七部会になったのは強さゆえじゃということを。頼むぞおめえら、俺はその間に。